い、ということでゼルダはね、トワイライトプリンセス続きやっていこうと思います。では前回ね、ゴロン鉱山無事にわかんないけどクリアして、でそれでね、戻ってきました、かかりこ村。じゃあせっかくだからね、ちょっと平和になったかかりこ村をね見ていこうかなと思います。次の町に行く前にね、じゃあまず神父さんの部屋行くか。なんか下降りるの嫌なんだよな。みんな外にいるのかな。よし。あ、そうそう、なんかね、あのね、ハートのかけらをね、ちょっとゲットできるようになってくるらしいので、ここまで来たら。なのでね、ちょっとまあ回収できるものは回収しようかなと。まあ、ミニゲームでね、回収できるやつはね、ちょっと私ミニゲーム苦手なので、まあ、クリアできなかったら諦めようかな、みたいな。そんな感じでいこうかなと思うんですけど、まずね、ボムが使えるようになるみたい。短い間にいろんなことがありましたが、あなたのおかげでこの前にも少しずつ笑顔が戻り始めているのを感じます。コリンの事件に落ち込んでいたタロもようやく元気になって本当によかった。今は自分も手伝いをすると言って見張り台、あ、見張り台、お、ちょっと行ってみようね、後でね。見張り台はバーンズの工房のずっと上です。あなたが声をかけてあげたらきっと喜びますよ。あ、ありがとうございます。嬉しいな、子供に懐かれるっていいよね。じゃあちょっとボム工房行こう。あ、あ、ゴロンがいる。どうも。また鉱山入れるようになったからな。バンズに爆弾の材料を届けに来た頃。お、仲良くなってんじゃん。早速依頼者みたいし、あんたもバンズ重視の爆弾の破壊力を試してみるといい頃。ほう。そうそう、あんたこの店の屋上に来たけど、あ、ちょっと後でお願いするわ。上に来たけど、いつでもぶっ飛ばしてやる頃。おー、便利。ありがとうございます。じゃあ、開いて。いるいる、おっさん。どうも。よ、兄ちゃん。どうよ、なんとか数が揃ってまた商売できるようになったぜ。つてはまだ1種類しかねえけどな。倉庫さえ無事だったら、ごめんなさい、倉庫。まあ、ぼちぼち増やしていくさ。ほら、よかったら見てってくれよ。はーい。お、爆弾。新型爆弾準備中。これ買えばいいのかな ?10 個単位で売ってやる。あ、ボム袋持ってねえじゃねえか。今の不幸に爆弾をぎっしり詰めたプレミアムバッグ。あ、買います。はい。それから爆弾はね、弓と合成すれば爆弾矢にして遠くを狙ったりもできるんだ。詳しくはまた手紙送ってやるから時間の爆弾矢。ほう。よし、爆弾にボム袋をゲット。おお、マイナス3画面で B にセット。B で持ち上げて B 回へで置く。走りながら B 回を押せば投げることもできる。これめっちゃ使えそう。うちは24時間やってるから、まあまたいつでも来てくれよ。じゃあ早速ちょっとセッティングしますかね、セッティング。どうしよう、もうパチンコいらなくなっちゃったよね。もう完全お払い箱だよな。こんな感じでいいかな。あ、ちょ、間違えた。ちょ。ここまで来たら、弓矢を B にしとくか。こんな感じでいかがでしょうかと。じゃあちょっとタロのところに行ってみるか、屋上。屋上?なんか見晴らし台って言ってたね。よし。ここね、タロを、タロがね、なんかイベントっていうか、なんかミニゲームやってくれるらしいんだけど、弓矢使って、それにクリアすると、ハートのかけらがもらえるらしい。いや、でも私、弓矢苦手だから、あの弓操作。まあ、クリアできなかったら飛ばしましょう。じゃあ、お願いします。はい。背中に乗るゴロ。じゃあ、乗りますゴロ。乗れた。どこまで飛ぶの?おーっと、あー、ちょ、お前さん。もう一回お願いしますよ。はい。背中に乗るゴロ。よし。わー、オッケー。いけた。こっちだったね。ああ、倉庫がな。ほんともう跡形もなく無残にって感じやな。よし。あ、ゴロンがまたいる、ここにも。どうも。この村も化け物に襲われて辛い目にあったらしいな。自分たちのことだけ精一杯で助けてやれなくて悪いことしたごろ。あら、いいやつら、やっぱ穏やかだよね。か
ガリクモアとデスマウンテンの平和のためオラも上のチビと一緒にここで見張っててやることにした頃、あんたも上で眺めてみるか、なかなかいい景色ごろよ。あ、はい、あ、飛ばしてくれるんだ、背中に乗るごろ。よし、ハロのところで、あ、ちょ、やっぱり失敗するんだよな。ちょ、もう一回お願いします。ここから落ちたらすごいことになりそう。乗るごろ、乗ったごろ。わあ、ちょ、無理なんだけど。しょうがない、もう中から行くか。よし、中から行くごろよ。ここを登ればいいんだごろ。てっ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 て、よし、ここはもう開けたもんな。さて、じゃあミニゲームのお時間です。弓矢苦手なんだよな。で、さらにここから上か。よし、ていうかもう罰ゲーム全般が本当癖あるからな。あとアプリすごい思うわ。どこにいる、あれ、あ、いた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 、太郎、リンク、おいらみんなのためにここで見張ってるんだ。お、感心感心。今度化け物が襲ってきた、おいらが大声で知らせてやるよ。ああ、本当は弓でもあればここからやっつけてやるのに。そうだ、リンク、おいらにちょっと教えてくれよ。リンクが落ちたところを見せてくれるだけいいからな。いいよ。おー、やった泉の前にマロがいるから、そこから見せてやって。あ、来たな。だが、本当に弓なんて使えるのか。とある村では弓を持つ姿なんて見たことないんだがな。まあいい、まずはあれを射抜いてもらおう。じゃあ任せろ。よいしょ、ちょっと待って、ポインターが、よいしょ、プルプル、オッケー、よし、ふ、さすがに簡単だったようだな。じゃああれはどうだ。これ一回でもミスするとダメなのかな。じゃあ行きまーす。ちょっと待って、弓持って、弓持って、おお、やった。おーい、こっちこっち、最後はこれを狙ってくれ。はっ、おい、ガキン、ちょっと、もうまずさ、ここからが見えないんだが、ちょ、どこよ、え、どこ、どこ、あ、わかった。あ、あそこにコロンいるな。ってことはこの辺か。棒が見えん。あ、え、見えない見えない。ちょっと待って、戻る。じゃあしゃべるわ。あ、15、ちょ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 、なくなったら買うわ。やめない。守護は慎め、ここが戦場なら命はないぞ。ちょ、待ってよ。え、どっ、あ、ちょ、待って。え、やめない、やめない、やめない。カテウロールするな。ごめんなちゃい。だって場所見えないんだもん。どこだよ。棒、あれ、あの棒か。え、なんか棒が全然見えないんだけど。え、時間が惜しければうちの店にあるホークアイでも使ってみることだな。なんかこれでホークアイっていうのをね、使ってしまうとあれらしい、ハートのかけらはもらえないらしい。買う、取っておけ。ホークアイはまた後で買おう。全然わかんないんだが、まず棒が見えないんだが、どこよ。うん、ちょっと難しいな。なんかね、ちょっと攻略方法見つけたらね、一回ね、なんかホークアイで狙いを定めて、ホークアイを外して、で、そのままなんか弓で攻撃すればできるよみたいなこと書いてあったので、それをね、ちょっと試してみようかなと思います。使わなきゃいいんだよな。まあ使っちゃったら使っちゃったでしょうがないけど。どうも。
なんか変えよ。なんか変えよ。これか、ホークアイ。これか。100ルピー、じゃあちょっと買おう。もうお金ないけど、じゃあ売ってやる。よし。マイナス画面でセットした勇者の読みに Z でこの崩壊を合成すれば、遠くへズームインして矢を撃てる。へー。はーい。じゃあちょっともう一回やってみるか。ちょ、弓がないからやばいんだけどさ。誰かか取ってこようかな。ちょっと弓補充してくるわ。多分この辺の敵倒せば補充できるっしょ。そう、先にちょっとホークアイをちょっとセットして。これね。あ、弓と、なるほど、こういうことね。で、合成したらダメなのか。ちょっと待ってよ。またやっちゃった。これで戻って。お、こういうことか。ははははははは。はで、ズームイン。ウィーン。ホール見えないのだが、そもそも。なんか、とりあえずちょっと弓取ってこよう。むずいむずい。お、リンクさんいますか？あ、お手紙。どうもどうも、ポストマンさん。いたいた、リンクさん。お手紙お届けに参りました。リンクさん宛に2通お手紙があります。お。はい。お手紙誰だろう。ちょっと手紙見るか。ちょっとまだね、あの弓は集めてないんだけど。手紙。お、爆弾矢の作り方。この度お買い上げありがとうございました。当工房の爆弾の威力をお楽しみください。なお、爆弾も置いたり投げたりする以外に、マイナスアイテム画面で弓をセットしてから爆弾選んで Z で合成すれば爆弾矢としてもお使いいただけます。なるほど。かかゆこまに雑貨屋を開いたぞ。普通の店では売ってないものが一つだけ手に入ったから。あー、なるほど。これがさっきの本書いたやつだね。じゃあちょっと弓矢集めてきます。矢を。やっぱここだよな。ちょっと弓にゲットできなかったから、お金をね、少し稼いできたんだけど、まあ言うて20本分か。いけるかな？チャレンジ30回で、ここだよな。いや、難しすぎるだろう。まあ、ここのヘリら辺か、ここの近くってことだよね。で、じゃあちょっとやってみよう。あ、ちょ、アイポも大事だった。もうばっか。あ、無理だなぁ。残念だ、ここまでだ。くそー、せっかく頑張ったんだけどなぁ。ちょっとまた、日を改めて、お金が貯まったりしたら来るかもね、ここね。わ、弓が0本になっちゃった。じゃあね、他にもね、ちょっとチャレンジしたんですけど、まあ無理だね、ちょっと。なんかね、泉まだあるんだよね。泉側に通じる道を塞ぐ岩を爆弾で爆破するんだって。どこだ？泉ってどこ？ここじゃないの？泉って。爆弾で爆破できそうなところはないよね。ここじゃないもんね。ちょっと待ってよ。ちょっとマップ見よう、マップ。今日なんか散々だな、マジでな。間違えた。ちょ、爆弾に変えよう。ここにして戻って。ほい。どう？よし、来た！お！
がいるじゃん。お、お、お金ー、お、お金ー、お、キロルピー。これでまた弓矢チャレンジできんじゃないって思ってしまった。もしかしたら裏でやってるかも、これ。悔しいからな。お、お、あ、なんか高い箱あんじゃん。待って、これこういうことか。トス、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 開けろ。お、よっしゃー、ハートのかける。よし、よし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 。で、ハートが1個増えました。で、ここもだ。一回脱ぐ。やばい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 、ハードが削れてしまう。なんか爆弾使えるところもあったけどって。あ、ちょっと、ちょっと、ゲームオーバーかよ。これどこからスタートになってんだ、これ。リトライ、はいはい。どこから、ハート取ったところからかな。それだとありがたいんだけど、どこから。あ、よかった。ハート取ったところからになってる。よかったよかった。で、弓矢はなしって感じやな。ちょっと待って。え、でもとりあえず今のところ取れな。あそこぐらいかな。なんかさ、爆弾に爆発できそうなところもあったけどね。もう一個あるんだわ。泉横の岩山の上の岩を爆弾矢で壊すとハートのかけらが見つかるので、疾風のブーメランで取るだって。へぇー。じゃあちょっとやってみっか。いや、ハートのかけら欲しいよなぁ。ムーさん特にアクション苦手だからさ、こういう、HP アップって大事なわけですよ。あ、でも矢がないじゃん。弓矢がないや。困った、困った。弓矢どこから取れるんだ？なんか敵倒せばもらえる印象あるんだけど。よし。いや、さっきね、とある村に続く、ところでね、取ろうとしたんだけど取れなかったんだよな。何も飛び降りろ。ヒュー。ちょっとこっち側で取ってみるか。ちょっとね、弓はね、多分ゴロンコーナー行かないとね、ゲットできないと思うのでね、ちょっと諦めたんですけどって。なこいつ敵か。ちょっとね、なにこいつ、落ちそう。あ、じゃあ危ねえ。落ちるのやだから、ちょっと逃げよう。こいつなんだこいつ。ちょっとゴロンにね、飛び乗って、で、ちょっと面白いところに来たので、なんか来たことのないところかな。まあ、ゴロンの村行くところの続きみたいなところなんだけど、なんかここでね、またね、ハートのかけらがね、取れるらしいから、ちょっとね、そこに行きたいんですよね。待ってよ。そう、このさ、上のところなんて行ったことなかったですよね。お、あー、カルピーありがたい。わーい。そうそう、下見るとね、ほら、このワンちゃんのゲームやったところが見えると思うんですけど、あ、お、あ、あ、やったー。よし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 、これを取りたかった、ハートの器。よし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 、いいじゃんいいじゃん。まあ満足かな。とりあえず、この辺でできるのは、大丈夫かな。まあ弓矢以外は、とりあえず、取ったかなって感じで。まあ弓矢はまた、おいおいです。あ、弓矢が必要なところ2つか、2箇所。そう、ちょっと、1つはね、ちょっと取るのが楽そうだから、弓矢をゲットし次第欲しいなって感じですかね。よし、じゃあ、あとね、もう一箇所あるので行きましょうか。これはね、ちょっとかかりこ村からハイラル平原に行くんだけど、よし。ハートのかけらが欲しいんじゃ、あ、ちょ、待って、ちょ、待って、あ、いや、やっちまった、やっちまった。なんで、こうしとこう。まだね、弓矢の方が今ね、ていうか、すっかり夜ですな。あ、あれ、君いたっけ。あ、人間の兄ちゃん、なんか買ってころ、買ってころ。おいら山からいろいろ持ってきたころ。この村の店とは違う品揃えころ。ちょっと見てほしいころ。お、油、赤い薬。お、へぇー。
鑑定の油持ってるんだ。へえ、ありがとう。ほら、毎晩来るからまた買いに来てほしいころ。かわいい。かわいいじゃねえか。この笑顔守りたいな。で、なんかね、この辺に、あったあったあった。ちょっと待ってよ。弓を持ってないんだけど、ここの岩だ。これこれこれ。これをね、爆弾弓で壊すんだって。そしたらね、ハートのかけらがあるんだって。はい。まあ、弓をゲットし次第来ましょうかねって感じですかね。よし。じゃあ、あと一箇所ハートの器を取ったら、今回は終わりにしようかなと思います。ね、ある場所はね、ちょっと暗くなっちゃって申し訳ないんだけど。よし。弓はどれから取れるかな。ちょっとできれば取りたいよな。怖っ。夜のハイラル平原怖いね。私見つけたんだよな。あ、ここ爆弾でいけんじゃんみたいなところ見つけたんすわ。あれ、そこで取りたいんだけど。ちょ、BGM 怖いよ。この辺この辺。あ、これかな。これっすこれっすこれっす。多分これのことだと思う。よいしょよいしょ。じゃあこうして、はい、置きます。よし、壊れた。ちょっと行ってみよう。あれ、なんかちょっと予想外だったんだが。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、怖い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 。あれ、予想外だったんだが。あれ、こんなところなの。あ、まだいる、まだある。よいしょ、まだいるよ。いてててててて。あ、なんかいる。あ、こいつあれだな、いたな。まあ、ちょっと待って、ちょっとめっちゃいるじゃん、めっちゃいるじゃん、めっちゃいるじゃん。オッケー。お、ルピーありがたい。あれ、なんか予想外なんだけど、なんだここは。あ、ちょっとここカンテラでつけられる。よいしょ。あ、戻ってきた。戻ってきちゃった。こっちじゃない。カンテラつけたのはいいけど。めっちゃいる、なんかいる、なんかいる。おお。怖っ。頭蓋骨じゃん。あ、ここ、行き止まり？あ、あ、弓ゲット！やった！よし。行き止まりっぽい、ここ。だよね、ちょ、一応、カンテラ持って。そうだね。よし。じゃ、ちょっとこっち側も見てみよう。お金。ちょ、待って、びっくりした。倒れません。え、こいつこんな硬かったっけ？タフいやつだっけ？あ、わかった。ちょっと待って。え、でも弓矢使うの嫌なんだが。あ、なんか脅威は過ぎ去ったっぽいけど。よし。で、油がね、もったいないからね。お、いた！お、久しぶり！お前！元気しとったか？こいつ、こいつ、にゃろうめ。
油がね、なくなっちゃうからやめてほしいんだよな。ちょっと待って、油しまって、オッケー、ふう、倒した。ここもなんか油つけたとこあるな。オッケー、あ、お、紫ルピー50。あれ、私の予想ではハートのかけらが見つかる予定だったんだけど、違うのか。こっちにもなんか道がある。ごめんね、ちょっと暗くって。オッケー、よし、結構なんか入り組んでますな。あ、またいた、桃太郎。オッケー、おお、あ、なんか出た。お、開きます。あ、ハートのかけら、やった、こんなところに。でも私の予想したルートではないんだよな、これな。またいる、この不思議なランプラーみたいなやつ、ポケモンの。あ、これ行き止まりか。うえ、行き止まりっぽい。いやいや、帰ろう。待って待って、いてて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 、カンテアの油もまた買わないとな。ちょ、帰ります、さよなら。ふう、まあ、とりあえずハートのかけらゲットできたからいいかな。まさかこんなね、ダンジョンがあるなんて。結構長いダンジョンやったな。待って、あとこっち側、こっちね、いるいるいる。お、びっくりした、めっちゃ入り組んどるじゃん。じゃあちょっと今回ここでやめとくか、一応。あ、またいる、雲太郎。ちょっと待って、じゃあやめとこう、今回ここで。やばい、長くなった、もうなんか50分ぐらい動画撮ってたわ。はい、ということで、じゃあ次回にここのね、洞窟の続きからやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。